去の放送でさくらさんが、うん、松岡さんとは契約じゃなくてお互い無なだけと言っていました。この二人が少しでも仲良くなることは可能だと思いますか？ちなみにこれまでの案は、うん、プレゼント交換をする、お鍋を食べて名前で呼び合うです。下の名前で呼ぶってことこれは、あやね義継、なんかちょっと違う、なんかちょっと違くない？違う、なんかねちょっとお鍋だってさこうやって食べながら、うん、あやねうまいな義継溝が深まるかしら、なんか大丈夫かしら、うん、あんまり仲良くはなれなそうな、うん、でもこの番組シャッフルすることはないですもんね。ずっとこのチームで行くわけだったら、あ、ね、ゆうまくんが頑張って松岡くんを支えてくれればいいしなるほど、お姉ちゃんの方が頑張ってあやねちゃんを支えてくれればいいし、うん、とりあえずあのね、うん、内田兄弟が頑張ればいいんじゃないそういうことか、うん、そのね、その無な2人と、もしイベントとかで一緒になってもその2人をつなげるために、そのね兄弟の絆をこう深めながら、そこが仲良くなるんだ結局はそしたらなんかあって、確かに なんかちょっと無以外の感情が生まれるかもみたいになるかもしれないから、あまやちゃんとゆまくんが頑張るということではい、はい、頑張ってね。よし、じゃあこんな感じかな。